はいどうも、大阪の岡野先生です。 YouTube 動画ね、久しぶりに撮らせていただきます。めちゃくちゃね、間が空いて本当にすいませんでした。結構ですね、ちょっと言い訳ですけれど、バタバタしてましてですね、なかなか動画が撮れなくてですね、今日からですね、ちょっと改めて動画撮るように頑張っていきますので、しっかりとですね、毎日チェックしてください。今回のお題はですね、O脚についてお伝えしていきます。 O脚、皆さんどうですか？この O脚の中でも治る O脚と治らない O脚があるってご存知ですか？僕もですね、整体をさせてもらってますけれども、いろんな患者さんを見させていただく中でですね、この患者さんは正直無理だなっていう患者さんももちろんいます。結構誤解されがちなのはですね、この YouTube ってですね、施術の後とかね、めっちゃ楽になる動画とかが多いじゃないですか。なので何でもかんでも治せるようなゴッドハンドだと思われてくる人もいるんですね。実はそうじゃないです。僕もただの人間です。なので治せるもの、治せないもの、これがしっかりとお伝えできる、これが本物の治療家だと思ってます。何でもかんでも治せますよっていうのは僕は嘘だと思ってます。で、今回はね、さっきお伝えしたように治る O 脚、治らない O 脚についてお伝えしていきます。なのでもしあなたがですね、 O 脚でいや、どうやって治したらいいのかなだったりとか、私そもそも O 脚なのかな、もしくはもう変形性って言われてるから治んないじゃないのかっていうね、いろんなお悩みを抱えてるあなた、今回の動画しっかり見ることであなたの O 脚が改善できる一歩になりますので、しっかりこの動画最後まで見てください。はい、それですね、実際ね、治るもの、治らないもの、何が違うのかっていうのをお伝えしていきます。簡単に言うとですね、治るものは何が違うのか。治るものは筋肉の問題だったら治ってきます。筋肉の問題であれば O 脚は治ってきます。逆に治らないものは何なのか。これは関節の問題だと治せないですね。ここの違いが大きくあるっていうことを分かっておいてください。ただここでね、誤解されやすいのはですね、病院に行って変形性膝関節症っていう診断されました、じゃあ私はもう治らんのかな。いやいや、ちょっと待ってください。確かに関節は変形してるかもしれません。ただですね、筋肉が衰えた結果関節が変形している人がもうほとんどなんですね。なのであなたはどっちなのかっていうのをですね、唯一見極める検査が今からねありますので、それをしていただいて、もしかしたらあなたはですね、変形性膝関節症っていう風に診断されていたとしても十分 O 脚が改善するパターンかもしれませんので、諦めずにですね、僕と一緒に今から検査の方をやっていきましょう。はい、それですね、検査の方をやっていくんですけれども、まず最初にですね、こういう風に両足ですね、しっかりとつま先同士をつけてください。で、しっかりつま先はまっすぐですね、このように揃えます。で、こうした時にですね、まずそもそも O 脚の方っていうのはですね、ここの膝と膝の隙間がこういう風に空いてしまっていたりとか、もしくは太もものところが空いてしまっていることが多いですね。そして、僕も多少そうなんですけれども、ここのところですね、ふくらはぎ同士がすっぽりと空くっていう人も O 脚になってきます。なので基本的にはここの太もものところが開いてしまう、もしくは膝と膝の間が開いてしまう、もしくはここの隙間が開いてしまう、こういう方はですね、 O 脚もしくは XO だったりとか X 脚に値しますので、これが実際改善するのかどうかっていうのは筋肉で決まってきます。じゃあそれをどうやってやっていくのかっていうと、まずつま先を外にします。この外にした状態で次は何をするのかっていうと、ポイントはお尻の筋肉です。この大臀筋の下ですね、下部っていうところが大事になってきます。これは次の動画でもお伝えしていきます。ここの筋肉が力を入るかどうかであなたの O 脚が治るかどうかが決まってきます。お尻にしっかりと力をギューッと入れてください。ここですね、ここをギューッと締めていきます。締めましたね。じゃあ締めた時にですね、しっかりと内もももギューッと閉じるようにしてください。そうするとさっきよりここの隙間、ここの隙間、ここの隙間が減ってる人はいいねとコメントしてください。もし減っているのであれば、あなたの O 脚は少なくともここまでは改善します。なぜかというと、これは筋肉の問題だからです。これで全く変わらない、力を入れても本当にこのままですっていう人はですね、もう関節が変形してしまっていて筋肉を鍛えたとしても改善しない O 脚になります。なので指標としては、お尻の筋肉に力をギュッと入れて内ももをギュッと閉じてくる、これであなたの O 脚がどこまで改善していくのかっていうのが分かる検査になります。はい、それではいかがだったでしょうか。さっきね、検査やりましたね。あれで要は大臀筋の下部っていうですね、お尻の下の筋肉、もしくは内転筋っていうね、内ももの筋肉、この2つを鍛えることによってあなたの O 脚が
筋肉で治ってくるのか、それとももう関節だから治らないのかっていうのがしっかりと分かってきます。なのでもし O 脚で困っている人はですね、さっきの検査やってみてちょっとでも隙間が減るっていうのであれば、あなたは筋肉を鍛えることによって膝の痛みだったりとか変形性だったりとか O 脚っていうのがしっかり改善してくるっていうところになりますので、もし変化が出たのであればぜひいいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。先生変わりましたとか、あ、私治る希望がありますっていう風にねコメントいただければ、僕もねこの動画1本出したことによってめちゃめちゃ効果があったなっていう風にまた頑張ってね動画上げていけますので、ぜひコメントの方よろしくお願いします。次回の動画はですね、実際に大臀筋、下部をどうやって鍛えていくのか、そして内転筋もどうやって鍛えていくのか、これをもう効率よく鍛えていく方法をお伝えしていきますので、次の動画までねしっかり見てください。もし膝の痛みで悩んでいる方はですね、ぜひ整体院のぞみにお問い合わせください。東大阪市、城東区、寝屋川市、そして4店舗目に羽曳野市の4店舗に院を構えることになりました。ですのであなたがですね、もしお困りであればぜひ整体院のぞみにお問い合わせいただければと思います。それですね、本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。また次回は大臀筋、下部と内臀筋やっていきますので必ず見てください。それですね、ありがとうございました。バイバーイ。